そういうところでサッカーしたら楽しいんだろうなっていう思いもあって、うん、いやすごく海外行きたいなと思う。うん、すごい。 J リーグだけがあの終着点じゃないっていうのは分かってほしいっていうのは、うんうんま、海外には面白いいいチームがたくさんあるから、うん、挑戦する選手がどういうことを知りたいのかとか、うんうん、まあ、こっちに行ってる海外で挑戦の、まあ、今ドイツ行くって聞いてたんだけど、ゆうやから。はいはいはい。でドイツ行ってからは、まあ、一応プロとかセミプロとしてやれたらいいなっていうのは理想で。なるほど。まあ、お金もらいながら生活してサッカーできたらいいなって思います。うんうん、その考えないといけないのは、そのゆうやくんがそのドイツでどういったものをなんか欲しがってて、その短期で結果を出したいのか、長期的にそこにいてその結果を出していきたいのかっていうのは どんな感じなの？やっぱ日本でこのままやってても実績がないから、自分は違う、ね、肩書きとか、うん、だから全然そこで拾ってもらえないのもあるし、見てもらえないっていうのもあるから、うんうん、ドイツ行って、まあ、ドイツってキッパー結構先進国っていうのもあるから、うん、一回やってみたいっていうのもあって、はい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 、ドイツで実績つけてトランスファーとかマーケットに乗れれば移籍とかもしやすいからっていうのは、その代理の人からも話されて、うんうんうん、だからそこからステップアップしていこうみたいな話はしてます。なるほどね。ゴールキーパー特にね、今トッピが言ったようにゴールキーパーとして国家だを出しゴールキーパーとして何かを得に行く先での滞在期間の長さで、確かにね、攻撃的な選手が1ゲームスーパーゴール決めてこいつやばいじゃんってなる形じゃないよね。うん、確かに。そじゃあ都市としてはやはり半年から、まあ、2シーズンから入れるような設定というか、2シーズンのイメージ、2シーズン1シーズンでやっぱりなんか結果っていうかね、その1試合とかでバンって評価されるね、ことももちろんあると思うけども、でも、ね、それ狙いで行くと結構ギャンブルになっちゃうかなっていうのは。そうですよね。うん、友達もドイツね結構長く行ってるやついたけど、はいはいはい、英語も大英語だけど結局ほらね、ドイツ語が公用語になってくるから、結局ドイツ語も覚えないといけないってなるけん、まあ、その辺もね、だったら英語圏に行くのもありかな。まあでもイギリスとかでもビザ難しいのか。そうですね、イギリスの方が多分滞在するのが難しい。ああ、そっかそっか。だからそうね、だから語学、ま、だから働けばね語学学びながらっていうのは出るって出てくるからね、語学習得にも、はい、でサッカーのほら2時間だけだとなかなかね、あの俺も 2シーズンオーストラリアだったけども、やっぱりあのサッカーだけでなんていうの、語学習得するのね相当難しくなっちゃうから、そうです、はいはい、日常生活にどんだけ組み込めるかっていうのはめっちゃ大事なので、だからそうやってこう必ず人とコミュニケーション取らないといけない環境に行くのは結構大事かな。うん、言葉のことだけ考えるならまたチョイスがあってもいいかなとも思うし、キーパーの経験積むとかサッカー選手としてドイツに行けるっていう経験は多分絶対に悪くはないからね、うん、そうなった時に原俊ゴールキーパーコーチはどういう道を進められるかね。俺はだからオーストラリアで2シーズン終わった後は俺本当はだから次ドイツとか行ってみたいなっていうのは俺正直やったよ。ドイツとか、はいはいはい、俺の知り合いもカナダでプロだから、俺の知り合いの人はオーストラリアでなんかその州選抜みたいなの選ばれて、それでカナダでプロ契約で結構3か4シーズンぐらいやって、今東京国際かなんかのゴールキーパーコーチやってる人いるんだけど、なんかそういったた道もあるね。はいはいはい。だからなんていうの、一回ほら海外出て1シーズンか2シーズンぐらい戦えば、あ海外の移籍ってこんなもんか、あこれだったら
自分でできるなとか、うーん、なんかそういったものは出てくるから、結構もう個人で動けちゃうようになってくるもんね。ああ、慣れてって感じですか。慣れてだし、そのコミュニティもできるから、海外の人と。ああ、リーグ、うん、みたいなところで、うん、仕事斡旋してもらいながらサッカーできるんだったら、うん、それでも全然。あ、今より絶対いいよね。はいはい。今、地域リーグ盛り上がってる、ね。そうですね。僕も。うん。だからそれでサッカーできればいいかなって、生活して。うんうん、とは思ってます。ここで海外で戦ったっていうのもやっぱり一個実績だし、そうですね、そう、ただプレーしに行くんじゃなくて、そこで何を取りに行くかっていうのも結構大事かな。うん、うん、ただ選択肢は本当にあの組み合わせ方だと思うからいっぱいある、はいはいはい、うん、だからそこはなんていうの、あの苦しむんじゃなくて、まあ、楽しんでもらえればいいかな、うんうん、でそのためにはやっぱり金銭的な余裕は必要っていうのはやっぱり一個持っとくといいかな。やっぱなんだろう、まあ、セットプレーとかさ、キーパーシチュエーションとか、うん、ここの感じだったら大体こうやって動こうとは予測してるけど、うん、やっぱそうじゃなかった時には反応していくわけじゃん、はいはい、反射というか、はいはい、まあ、なんか今のこの道の進ませ方に関しても、こうやって予測してるけどやっぱチーム入ってみたらとか行ってみたらマジ合わないな、食事合わないとか、うんうんうん、人合わない、マジ合わない、いや、やっぱ英語圏がいいなとか、もっと違うとこがいいなとか、全然さ、あり得ることだから暮らしてる中で、うん、その時に、その時にやっぱりもうその結局お金カツカツの状態だともう帰るしかなくなっちゃうから、選択肢、はい、だと自分のすごいもったいないんだよね。そうだね。だから、はいはいはい、多分なんていうの、地域に結構根ざしてるから、そこの地域のおっちゃんとか、うん、子供とか結構見に来てくれるのね。はいはいはい。結構ヒーローになったりするし、俺も、うん、その試合でファインセーブした後とか、全然知らんおじちゃんからあのめっちゃ褒められたりとかっていうのはあるから、はいはいはい、だからそれはやっぱりね、日本じゃあんまりない。日本だとほら結局知り合い関係しかないかって、うんうん、まあ、地域リーグは今そうでもないのかな、うんうん、結構応援してもらったりっていうのは出てきてるから、うん、 そうね、それをまあ海外で経験するっていうのは一個ありかな、うん、すごく面白いし、なんか、うん、海外行きたいなって思ったその原因、うん、なんていうの、原因っていうか理由の一つで、その海外やっぱ暑いから、うんうんうん、そういうとこでサッカーしたら楽しいんだろうなっていう思いもあって、うん、いや、すごく海外行きたいなと思う、うん、すごくいいと思う。だからそれをほら、なんかエージェントとかチーム内に日本人が はい、ね、いると結構半減するもんね。ああ。日本語で完結しちゃうから。確かに確かに。うん。だからほんとしんどいけど、まあ、なるべく自分でやれるとこは自分でやっていった方が、なんか苦労の分、そういったものもなんか自分としてはなんか成長できると楽しみに。うん、いや、めっちゃきついけどね。そうですよね。大変だけども。俺も結構最初甘い考えでやっぱ海外行ったのもあるし、結構雄大、下にいるちょっと帽子かぶってるちょっと髪長い人にも結構なんていう、厳しいこと言ってもらったりとかしたもん。そんなんじゃやっぱ海外でやる意味ないしみたいなこと結構言ってもらったりとかした。うんうん、言わないと思うけどな。すげえ怖かったから。雄大君すげえ怖いから。怖いんすか。いや、全然怖くない。いや、見た目が怖かっただけじゃない。見た目クレイジーだったよ。だってできなくても外で活躍する選手はいるから、Jリーグだけが終着点じゃないっていうのは分かってほしいな、うんうん、まあもちろんね、やっぱ地元っていうかね、地元のチームだからさ、日本って、はいはい、絶対プレーしたいっていう気持ちがもう分かるし、そこはもう大いに目標にしてほしいんだけど、海外には面白いいいチームがたくさんあるから、うーん、やっぱり当試合に入れながらやっぱ日本にプレーしたいなはもっといていいと思う、はいはいはい、ほら、うんうん、あ、だからその辺もするんだったら、そのプレー映像ぜひ見たいんだけど、
あ、あります、全然。YouTube 載せるんで。あとリンクとかさ、その、ゆうやくんのあれとかも、じゃあ次回ちょっとそういうのを見ながら、じゃあこういう時どういうふうに言うとかさ、映像見ながら、こういう時どうやって言おうかみたいなすると、もっと分かりやすいかもね。そうですね。うん。そうしましょう。そうだね。それいいと思う。それが一番。状況見ながらの方が多分喋りやすいし、その、ね、説明すら英語で言ってみるとか、時間かけていい場面、そうね、うん、そう、自分で話していくっていう機会が1万回あったら多分喋れてるじゃん、うんうん、そうですね、今って英語を喋ろうって多分まだ何回も言ってないとかじゃん、はい、分かりました、うん、そんな感じで、はい、じゃあそれ宿題って感じで、ま、そうだね、また来週ね。はい、おきます、お疲れ、ありがとうございます、またね、楽しかったです、バイバイ、じゃあお願いします、やべ、俺も出ていきそうになっちゃったわ。お疲れっす、楽しいね、楽しい、なんか、いや、未来あるね、未来ある子をね、なんかサポートできるのって非常にありがたい、うん、こういう機会ってなかなかないので、まあ高校卒業から大学卒業から在学中から絶対海外に行きたかったりっているよね、うん、うんうん、あ、日本、いや特にやっぱアスリートって感覚的な子たち多いからさ、うん、後先考えない、うん、なんかやっぱ大学行って合わねえなと思ったらやめちゃう子多いじゃん、あ、そこで道が途絶えちゃうのもね、かわいそうだよね、確かに、うん、で日本人って上手いのにさ、めちゃくちゃ上手いからさ、マジで、うん、うん、アメリカの大学なんて余裕で通用するからさ、うん、日本の大学でのレベルでやっ、だから今俺がすごくなんかやっぱり指導者の道に入ってより感じたのは、本当に今雄大くんが言ったように上手いんだけど、なんかやっぱり自立できてないから、なんか自分の良さを発揮できてないし、その発揮するためにじゃあ何をしないといけないのかっていうのがすごくやっぱおろそかになっているチームが多いね。だからそのやっぱ選手のマネージメントだよね。そう。だから子供が成長してる上で、うん、やっぱ子供にやらせすぎてるし、うん、なんか本当はもっと子供に考えさせるような場面を提供しないといけないんだろうけど、それがほら日常生活においてもサッカーの練習中においても多分そういうのがなんかまだまだ足りないのかなって思う。だから本当にスキルはもうめちゃくちゃ間違いなく世界でトップクラスだけど、じゃあなぜっていうところがね、多分もっともっと掘り下げていけないのかな、掘り下げていかないといけないのかなっていうところかな、来てるかとかっていうところのチェックしながら、まあ、結局そのセッション受けてる以外での時間の過ごし方の方が大事だから、セッションでは普段の生活のの中でのトレーニングの仕方をがっつり詰めてあげたいところもあるんだよね。所詮そのセッションってそこで英語身につけるってより、その24時間の過ごし方をそこでちょっとプラン立ててあげるっていう方が間違いなく身になっていくし、そのセッションの価値は高まると思います。またどうしよう。なんかまた、うん、しましょう。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。最高です。また、どんどんやってみましょう。また話しましょう。はい。はい。ありがとうございます。またねー。はーい、お疲れ様でした。もったいない。